してもらう、今日のクラクラして学ばしたねと出会って今日っていうことになって久しぶりですね。こんな2周年続けてちょっと楽しんでいただきたいと思います。こう見えてももうお父さんで子供が2年生の子供がいて、いろいろそんなことを家族の前で書くような年代にいつの間にかなって自分で作った歌ですけど聴いてください。川の字っていう曲。小さな僕の部屋、週末になれば いつもより暖かい光が灯って泣いたり笑ったり忘れていた普通の暮らしが今よみがえる。見守ってるよ。